西京丸は日本の商船の名前の一つ。一のうち日本有戦争早期に活躍した火脚船。本港で記述。一のうち日の出機船の1291トンの貨物船。特設砲艦として活動。1942年6月28日にアメリカの潜水艦スティングレイの来撃により沈没した。文中、トン数表示のみの船舶は、 日本郵船の船舶である。1885年、激しい競争を繰り広げていた、郵便機船、三菱会社と共同運輸会社が合併し、日本郵船が設立された。新会社といっても、船体の顔ぶれは、旧会社2社からそのまま引き継いだものが多く、老朽船が多数を占めたた保船も11隻、含まれていた。郵船が最初に行ったことは、 これら雑多な船体を整理して、新造船の導入を進め、船室改善に努めることであった。西京丸は、優先創立後最初の新造船として、グラスゴーのロンドングラスゴー造船所で建造された。西京丸は1888年6月に、完成後日本に開港され、同年8月に到着し、上海航路に就航した、後ろ方向に、 やや傾斜したマストと煙突を持ち、船橋楼から船尾にかけては遊歩甲板が設けられ、その下に一等船室やサロンなどが設けられた。1894年7月25日の豊島沖海戦で事実上に新戦争が勃発。西京丸は海戦後直ちに日本海軍に徴用され、巡洋艦大容に改造。武装が施され、9月2日に、 佐世保を出撃して、翌3日に朝直路の根拠地に到着した。9月6日、軍令部長、河山助則が、爆僚公明を従えて、西京丸に上官。西京丸は、戦況視察の目的をもって、連合艦隊付属となり、艦隊と共に9月16日に出撃した。翌17日昼頃、連合艦隊は、公開会場、海洋島近海で、 深刻北洋艦隊を発見、公開回戦である。艦隊発見と同時に、連合艦隊司令長官、伊藤助行は、西京丸と赤木に対して、戦闘を避けるよう信号を出した。しかし、信号に従って、戦闘を避けたつもりだったのが、戦闘自体が激しくなるにつれ、いつしか、敵前孤立の形となった。この時まで二条艦班に一発被弾し戦出を、 貫通したが、幸い戦死者は出なかった。最初の危機が去って間もなく、今度は北洋艦隊機関庭園と地議園、雷園の3隻が西京丸に対して攻撃を仕掛けた。庭園か鎮園のうちのどちらかが発射した30.5センチ砲弾が命中し、サロンと機関室、スチームパイプを破壊した。 スチームパイプの破壊で一時うだが困難となったが人力装置に切り替えて第二の危機を乗り切った。ほどなく水泉付近にも被弾し浸水が始まったがこの浸水はセメントで被弾箇所を固めて食い止めた。伏流庭園以下の攻撃をしのいだのもつかの間前方から新手の敵である平遠と公平が水雷艇を伴って襲ってきた。西京丸は 美法で水雷帝を追い払うと、平円と公平に対して攻撃。両艦は大した反撃もなく去り、続く敵、水雷帝伏竜が西京丸の前に立ち塞がった。伏竜は西京丸に対して500メートルの距離で最初の雷撃を観光。しかし、これは西京丸の左縁をかすめ去った。西京丸は美法で反撃を試みたが、 運悪く故障が発生し反撃できなかった。福竜は西京丸が反撃できない後期を逃さず、2度目の攻撃でわずか40メートルにまで接近し、魚雷を発射。しかし、距離が近すぎたのか魚雷は西京丸の下を通過して反対側に去っていった。西京丸は、被弾12発を数えた。しかし、戦死者はわずか1名であった。西京丸は、 カジコショウの信号を掲げて、戦場を離脱した。公開開戦後の西京丸は修理の後、引き続き徴用戦として活動。1895年5月8日以降の台湾平定にも参加した。最中の10月28日に台湾政党この絵師団長、北白川宮吉久新郎が台南にて皇居。西京丸は吉久親王の遺体をアビから日本に、 運搬した。この際、表向きには、ご病気にてご気共有、バサルということになっていた。戦争終結後、西京丸は、徴用を解除された。上海航路に復帰した、西京丸は大いにモテた。航海回線での奮戦ぶりが、大々的に報じられ、わざわざ、西京丸の便を待つ乗客が出るほどの人気であった。1903年、 西京丸は交際丸を入れ替わるように、上海航路から撤退した。1904年からの日露戦争では、同系船神戸丸と共に、病院船として活動した。第一次世界大戦前後は、新潮航路に転じ、1921年5月7日に、栗林商船に売却され、上海大連航路に就航した。その後は老朽化により引退し、 1927年夏に大阪市立川で解体された。ありがとうございます。